い、お疲れ、こんばんは、まちこでございます。ルームガールズプラネット第6話放送になりまして、その中で、披露されましたパフォーマンス、それぞれのグループのね、リアクションをお送りしております。今回はですね、ブラックピンクのアイスクリームをやっていただいた9人組のね、はい、ステージを見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。アイスクリームスタートン。かわいい。もう雰囲気はウィエップダンの時と同じような格好のカラフルな感じね。うん。わ、ワンちゃんかわいいよ。ダンちゃん。マヤちゃん。いいね。はい、バヒエちゃんがね、ここすごい良かったよね。ちゃんとこれ一人一人ね、みんなフューチャーされるの。リリカがまた、おいおい、すごい、頑張ってる。かわいい。本領発揮ですよ、ダヤンちゃん。リリカ美味しいやないの。よくんがかわいい。はい、シンウェイちゃん。なんか笑ってまうねんな、この子。可愛らしくて。さあ、いよいよ、キリングパート。ダヤンちゃん。ほんまに。すごい。イエーイ。うわぁ。かっこいい。見たか、これが K グループナンバーワンよ。ねえ、ジアちゃんがもう生つば飲みましたよ。ルアちゃんね、パワフルだったよね、中間発表の時に比べて。もうダイアンちゃんのおかげ、それもね、本当に。いい、かわいい。おー、リリカすごいいいチーム。かわいい、めっちゃいいよね、本当に。あー、すごーい。めちゃめちゃ良かったな、彩香。うわ、これはすごいな、改めて。はい、見ました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、このチームの素晴らしいところって言ったら、本当にメンバー全員がね、目立てるところがあって可愛かった。ほんで、ルアンちゃんなんか途中の中間発表でね、だいぶパワーがないと言われてましたよね。ほんで、それでも、もうちょっとなんとかしないとって言うと、それをもうダイオンちゃんがずっと引っ張っていく。ルアン、ルアン、ルアン、ルアン言うて気にしてね、気にかけてくれて、ほんでもう引き上げていった。それも全部こう、全部構成、ダンスの構成も振り付けもみんなダイオンちゃんが考えて、それをまたみんな信じてついていったっていうのは、
このチームすごい良かった。リリカちゃんがめちゃめちゃええとこセンターでもらってて。ほんでこれ、途中で私、チェクインちゃんとか、わけのわからんこと言ってましたけれども、もうそのぐらい、で、これ誰なんていう、変化を遂げていたのが、あやかちゃん。あやかちゃん、めちゃめちゃよくなってたというか、今まではあまり注目されてなかったからかもしれない。いや、そんなことじゃない。そういうことじゃない。ちゃんと今までも、映ってたのは映ってたんやからね、パフォーマンス。今回めちゃめちゃ可愛い、いい感じでまた自分の得意とするような動きも入れてもらえて、あやかちゃんも。でもすごい。ね、前転とか、なんかこんなんしたりして。ツインテールも可愛かった。もう何しろ、もう可愛かった。もうすごい。誰か分からへんかった。あやかちゃんこんな可愛かったんって逆に改めて終わってから思ったぐらい。まあとにかくそのぐらい、バヘイちゃんも今回すごくね、また、生き生きとしてましたし、まあなんといっても、ひとえに、これもダヨンちゃんのね、この力ですよね。だからまあ、全然タイプが違う。9人のチームがこれ対決することになったんでね、ザイビンちゃんの方も、まあ、もうかっこいい女の強さみたいな感じくんのかな、どう出てくるか分かりませんけど、大体まあそんなんですよ。まあ対照的なチームやと思いますけど、その中でダヨンちゃん、キムダヨンちゃんなんかね、最初のミッションの時には結構ね、パワフルな曲でパフォーマンスしてましたからね、でもこういう可愛い曲でもしっかり見せれるんだって、力を発揮してリーダーシップも、そしてもう構成力、アレンジ力も素晴らしい。ムキムダヨンちゃんにもう大拍手でございます。ここはとうとう出てきたなっていう感じでね、いや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 、お見事ということでございました。暫定何位とかいうのはもうやめにしときますね。これ、2組目見終わったところですけれども、わあ、もうこれ、素晴らしい。この9人組はまたもう一つの9人、もう怠慢ですから、これはい、どうなるかっていうのはね、もうそれだけでわかるわけですけれども、まあ楽しみになってきました。はい、といったところで、コンビネーションミッション、はい、2組目、ブラックピンクのアイスクリームをリアクションしてみました。普段は20のお話が多いんですけれども、今、ガールズプラネット、こちらの方がね、ほぼ8割を占めてるような感じになっておりますけれども、チャンネル登録まだという方はぜひともチャンネル登録していってください。それから高評価のボタンもね、押しておいていただけると嬉しいです。はい、おかえりお疲れこんばんは、まちこがお送りしました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。